参ったぜ。なあ、ちょっと相談に乗ってくれよ。実はな、近頃少しだけ太っちまってよ。素早さが売りの俺には大ショックだぜ。どっかにダイエットの薬って売ってねえもんかな。お前、もしダイエットできる薬を手に入れたら譲ってくれよ。王将とかで売ってねえかな。はい。ダイエットのお薬ですか。実はさっき売ったのが最後なんです。すみませんね。最後に買った人は確か山中花の娘だったと思うけど。疲れ切ってる感じだな。ダイエットの薬？確かに持ってるけど、あんたなんかにあげるわけにはいかないわ。もし欲しかったら力ずくで来なさい。開始。飲めば体重が軽くなるんだな。おお、なんかすっげえ軽くなった感じがするぜ。なあ、ちょっと手合わせしてくれよ。この感動を戦いで感じてんだよ。そういうわけでな、早速始めるぜ。戦闘開始。は
消費が激しいぜ。バカね。紅先生、あの薬は一時的にチャクラを使って体が軽くなるだけで、実際には軽くなってないのよ。何？騙されたってのか？キバ、あんたが体重が増えて気になってるのは知ってるわ。それは当然のことよ。あんた成長期なんでしょ今。ああ、だから体重なんて気にしないで今まで通りでやんなさい。なんか変な世話をさせたみてえだな。悪い、これに免じて許してくれよ。じゃあな、今日はサンキュー。ところに来たが、実はダイナミックエントリーのさらなるパワーアップを図るためいろいろと見直しを行っているのだが、どうも一人だと難しい。そこで君に俺の修行相手をやってもらいたいんだが、どうだ、引き受けてくれないか。よ引き受けてくれるか、この熱い忍びめ。よし、それじゃあ早速手伝ってもらうぞと思ったが、その前にまずは俺の修行についてこられる体力を持っているか測定させてもらう。いいな、それでは始めるぞ。
その程度では俺の修行を受けるなど無理だぞ。もう少し鍛えてから来るんだな。ん？もう一度挑戦するか。熱血度に関しては合格だな。あとはお前の体力を俺に見せてくれ。体力があれば俺の修行にはついてこれるな。よし、それでは早速実践修行をやるぞ。とその前に修行の道具が必要だな。悪いが、このメモに書いてある道具を持ってきてくれないか。よし、持ってきたようだな。ん？なんだ？こんな軽い重りを持ってきたのか。これでは俺の修行になるかわからんが、まあいい。とにかく重りを使った実践修行を始めるぞ。ルールは特にない。お互いの魂にぶつけ合いだ。戦闘開始。どこからでも来い。おら、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 ってやつはなんてナウい戦いをする忍びなんだ。
前の頑張りを称して俺の必殺技を伝授しよう。いいか、まずはこう蹴りをだな。これで俺の技伝授は終わりだ。これでお前は以前に比べ100倍強くなったぞ。で、俺は自分の修行をやっているんじゃなかったのか。いつの間にか目的は変わったが、まあいいだろう。それではな、また何かあったら手伝いを頼むぞ。取材も失敗するし、散々だったの。的当ての調整をやってもらうわね。細かく調整したいから本気で的当てをやってみて。準備はいい？それじゃあ開始。なるほど、これだったらもう少し難しくした方がいいよね。ありがとう、助かったわ。
ここに来たってことは的当て目当てでしょ。あなた私に挑戦してみない？よオッケー。それじゃ的当て開始ね。なかなか面白かったわ。また来てね。